日向の沢ちゃん、波に乗るは NHK 宮崎放送局制作による宮崎発地域ドラマとして NHKBS プレミアムで2019年9月11日の水曜22時から22時59分に放送されたテレビドラマであるサーフィンを題材に嫌っていたサーフィンとの出会いを通じて自分の殻を破り成長していく女子高校生の 姿を描いた青春ドラマ、あだち新作。主演は、本作が NHK ドラマ初主演となる、池間夏海。撮影は2019年5月中旬から下旬に、かけて宮崎県日向市などで行われた。高校の軽音部のバンドでボーカルを務めるこれ沢、沢は、宮崎県日向市の港町細島にシングルマザーで、ある母親のよし子と共に暮らしている。 しっかり者の沢は母親を気にかけて、中学生である弟の面倒をきちんと見る。離婚して、今は、一人暮らしの父親、中村拓は、サーファー一筋に生きてきた気真面目な性格の持ち主で、沢は時折父親の元を訪ねては、それとなく、面倒を見ている。そんなある日、沢の弟が事件を引き起こし、それまでの平凡で穏やかな生活が一変する事態になる。 さらに幼馴染みの海ルと偶然再会したことにより、沢はそれまで眠っていた自身の本当の思いに気づかされることになる。ありがとうございます。